ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。昨日前に出した動画見返してて思ったんだけどさ、宇宙の謎は数えきれないほどあるけど解明された謎ってあんまり聞かないよね。謎すぎて解明できたことってほとんどないのかな。いや、案外宇宙の謎の中にも解明されているものはあるぜ。ただ謎のインパクトが強すぎて、解明されたものはあまり話題にならないまま常識に溶け込んでたりするんだよな。よし、じゃあ今回は近年解明された宇宙の謎を6選紹介して霊夢の疑問を解消していこうかな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、地道な研究で解明された天体の正体、宇宙竜巻。トップバッターは宇宙竜巻だぜ。宇宙竜巻は1960年に発見された、大きさ約110光年の螺旋状の渦を巻いた電波天体だ。太陽系から約4万光年離れたサソリ座方向に存在し、2つの円錐の先を逆向きにつなげたような形状をしているぜ。はい、本当に竜巻型してるのね。さてそんな宇宙竜巻なんだが、実は発見されてから50年以上もの間正体やメカニズムが不明だったんだ。というのも宇宙竜巻が持つ螺旋状の特異な形態はこれまでに観測されたことのないもので、超新星の残骸説や高速回転する中性子星説など様々な仮説が挙げられたものの答えが出なかったんだよ。こんだけ特殊じゃ答えが出ないのも当然だよ。ただ2009年から2014年にかけて行われた観測と研究により、とうとうこの謎は解明されることとなったぜ。まず2011年に X 線天文衛星で宇宙竜巻を観測したところ、両端から形状や温度がほぼ等しい双子プラズマとその周辺に漂う分子雲が検出されたんだ。ほうほう。この観測結果から回転ブラックホールに大量のガスが降り注ぎ、その一部が双極ジェットとして放出されることで螺旋状の電波源、つまり宇宙竜巻が形成されるのではないかという仮説が生まれたんだ。加えてこのジェットが分子雲にぶつかることで、双子プラズマが発生してると考えられたぜ。ほう、ブラックホールが回転してるから螺旋状になってるってことね。そういうことだな。ただ2011年の時点で宇宙竜巻を作り出したとされるブラックホールの活動は確認できず、本当にブラックホールの活動が宇宙竜巻を形成したのか、どうやって一時的にジェットを吹き出し宇宙竜巻を形成したのかが謎だったんだ。素直に動いててくれよー。この謎を解明すべく研究や観測、論争が重ねられたぜ。すると国立天文台延山45メートル電波望遠鏡を用いた観測で、宇宙竜巻方向からこれまで観測されたことのなかった新たな分子雲を観測することに成功したんだ。おお、鍵となる発見きた。新たに発見された分子雲は太陽の約6万倍の質量を持ち、銀河系の回転からやや外れた運動をしていたぜ。さらに基地の分子雲との間に毎秒約 20km の速度差があったことも相まって、2つの分子雲が過去に激しい衝突をしていた可能性が非常に高かったんだ。この仮説をもとに電波望遠鏡による観測をしたところ、過去に2つの分子雲が衝突したこと、分子雲中に衝撃波が発生していることが確定したんだよ。仮説からの立証が素早い。これにより生まれた宇宙竜巻形成メカニズムの説明はこうだ。まず2つの分子雲が衝突することで生まれた衝撃波の後方で形成した高密度層がブラックホールを高速で通過する。すると一時的にブラックホールに流れ込む物質量が増加し、それらは円盤となって双極ジェットを発生させ宇宙竜巻を作るんだ。宇宙竜巻はその後周囲の分子雲と衝突し双子プラズマを生み出す、といったものだぜ。はぁ、ブラックホールの活動力関係なく、衝突のエネルギーで生まれてたわけね。ああ。そのためこの説明なら今は不活性のブラックホールが一時的なジェット噴出を行い、宇宙竜巻を形成した理由を矛盾なく説明できるんだ。加えてこれまでに集められた宇宙竜巻周辺の X 線や電波の観測結果とも矛盾しないため、これが宇宙竜巻のメカニズムに違いないと結論付けられたんだよ。ふわー、地道な研究で謎解明しちゃったよ。こうして長年謎だった宇宙竜巻は分子雲衝突の衝撃波を起因に生まれ、双極ジェットで放出され螺旋状になった電波源であったことが解明されたぜ。あと一歩のところまで進む研究というのは多いものだが、それを解明にこぎつけるのは労力のいる作業だ。何年もの間諦めず研究を続けた熱意の賜物と言えるだろうな。2、数値のズレを技術の進歩が解決。プレアデス星団までの距離。お次はプレアデス星団までの距離を紹介するぜ。プレアデス星団は大獅座の3回星団で、欧米ではセブンシスターズ、和名ではスバルの名で知られているぜ。青っぽい星が1箇所に6個前後集まってる様子が肉眼でも確認できることから、天文愛好家の間では人気のある星団なんだぜ。スバルって正式名称こんな名前だったんだ。
さてそんなプレアデス星団は古来より人々に認知されていた存在で、1769年にはフランス天文学者が作成した星雲、星団、銀河のカタログにも加えられているんだ。ところがこのプレアデス星団と地球との距離は長らく謎のままとされてきたんだよ。そんだけ昔から認知されてるのに？ああ、一応1990年代に入るまで星団までの距離は430光年と見積もられていたんだが、1989年に高精度視差観測衛星で計測したところその距離が約390光年しかなかったんだ。この数値の差は非常に大きく、星団そのものがこれまでの常識から外れた存在であるか、または従来の恒星の形成や進化に関する理論が間違っている可能性が出てきてしまったぜ。いやこの誤差は重大すぎるって。これによりプレアデス星団そのものの研究が滞り、なんとか辻褄を合わせようと、若い恒星に未知の物理特性が働いてる等といった仮説を提唱する人まで出てきてしまったんだ。さすがの研究者たちも焦って正確な距離の割り出しに奔走したが、そこから数十年間答えが出ることはなかったぜ。まずいまずい、これまでの研究が白紙に戻っちゃうよ。しかし2014年になってようやく、プレアデス星団が地球から440から448光年の距離にあることが解明されたぜ。解明には地球上の離れた場所にある電波望遠鏡の測定結果を合わせる VLBI という手法が用いられたんだが、これはなんと年収視差が誤差わずか25マイクロ秒角、およそ 1.4 億分の1度という高精度で測定可能というとんでもない代物だったんだ。こんなえげつない精度の測定をやってのける人類やっぱ神だわ。この確実すぎる観測により問題だった390光年という距離測定を否定することに成功したんだ。加えて新たに出た数値は従来の推定値にも近かったため、プレアデス星団が常識の範囲内の存在であり従来の理論が間違っていなかったことも判明したぜ。謎のせいで起きてた問題が一気に解決されたわ。プレアデス星団の研究も進む上、従来の理論の正確さも後押しした今回の解明は宇宙学的にかなり貴重なものだったと言えるだろうな。また今回使用された手法は地球サイズの惑星の捜索や銀河系内の星々の正確な位置の把握に活用される予定のため、こちらも今後の展開が楽しみな研究分野だと言えるぜ。3、研究の集大成となる100年来の謎の解明。宇宙船の起源。お次は宇宙船の起源を紹介するぜ。宇宙船は宇宙空間をほぼ高速で飛び交う高エネルギーの放射線のことだ。主な成分は陽子で、この他アルファ粒子やリチウム、ベリリウムや放素、鉄等の原子核が含まれているぜ。ほほう、なんか小さい粒子がピュンピュンしてるのね。まあそういうことだ。そんな宇宙船は1912年にオーストリアの物理学者に発見されて以降研究の対象となっていたんだが、その起源だけがどうにも解明できず100年来の謎となっていたんだ。一応遠方の活動銀河を起源とする説や超新星残骸を起源とする説など様々な仮説はあったんだが、どれも矛盾が残されていたために立証には至っていなかったぜ。この立証が難しいのよね。ところがつい最近の2021年になって、名古屋大学が宇宙船の起源を突き止めたと発表したんだ。しかも研究チームが出した答えは、仮説として挙げられていた超新星残骸説が正しかったというものだったぜ。おーおー、ついに立証しちゃったの。まず太陽の8倍以上の質量を持つ重い恒星は最後を迎えると超新星爆発という大爆発を起こすんだ。この爆発の後に残る恒星からの噴出物と星間物質で構成された構造を超新星残骸と呼ぶぜ。4デジのごとく超新星爆発の残骸ね。そしてこの超新星爆発によって発生した衝撃波により加速した陽子などの残骸こそが宇宙船ではないかとする説が超新星残骸説だ。ただこの説は有力ながらも論証されていなかった上、説の中に含まれていた宇宙船を加速するここの場所があるとする考えに欠陥があるとして批判されていたぜ。なるほど、決定打にかけてたのね。しかし今回研究チームはガンマ線を使うことでこの説の立証を試みたんだ。実は宇宙船が星間物質などと衝突するとガンマ線が発生するんだが、これは磁場に影響されず直進するために出生を突き止めることができるんだよ。ってことは、このガンマ線をたどれば宇宙船の出所も知れる？そういうことだ。これを活用し超新星残骸 RXJ1713 からのガンマ線観測データを分析したぜ。さらに研究チームは宇宙船の主成分である陽子が衝突した際に発生するガンマ線と電子が衝突した際に発生するガンマ線を分離する独自の解析方法を開発したんだ。宇宙船は陽子が主成分だから完全に宇宙船だけを得るじゃん。ああ。そしてこの解析の結果、確かに宇宙船の主成分である陽子が加速されていることが解明され超新星残骸説が正しかったと証明できたぜ。100年来の謎だった起源が宇宙学の進歩を活用し紐解かれた瞬間だな。
おーおお、研究の集大成って感じするよ。これまでに解明されたことをピースのように組み立てて謎の答えを導き出す、なんともロマンある話だよな。しかも宇宙船は分厚い壁を模倣化する特性から、内部透視の分野に役立つとして注目されていたんだ。内部透視？まさかオフロー？中学生男子か？今回起源が判明したことで透過原理の謎の解明が近づけば、できるようになることはもっと大規模だ。例えばピラミッド等の謎めいた遺跡の内部を破壊することなく詳細に透視し研究したり、火山内部を透視して災害対策を立てたりな。ふわあ、これはロマンしかないって。一つの謎の解明が無数のロマンを呼ぶ。宇宙とは解明してもワクワクが止まらない素晴らしい存在だぜ。4、解明された謎がさらなる謎を呼ぶ。宇宙の光。お次は宇宙の光を紹介するぜ。人間が宇宙を感じるのに最も手っ取り早い方法は夜空を見上げることだ。そんな夜空はどんなに晴れた日でも人間の目には暗く星々だけが輝いてるようにしか見えないが、実は X 線検出器で見た夜空は全体的にぼんやりと輝いているんだぜ。あれ、そうなの？星の光がそう見えるだけじゃなく？ああ。このぼんやりとした光は、1962年に存在が確認された宇宙 X 線背景放射というものによって生み出されるものなんだ。この放射はどの方向からも均一な強度で東方的にやってくるんだが、発見されてから長らくその正体や起源が何なのかは謎に包まれていたぜ。どの方向からも行って行ってなんか不思議ね。そうなんだよ。普通に考えれば一つの起源から発せられる放射であれば観測量に差が出るはず、にもかかわらず均一な分布を見せていたため研究者たちはその正体や起源を特定できずにいたんだ。まさしく宇宙の謎って感じするわ。ただ起源や正体にまつわる仮説はいくつも挙げられており、中でも銀河間に分布する超高温ガスを放射源とする説が有力視されてきたぜ。それに1990年代半ばには X 線望遠鏡の打ち上げにより、宇宙 X 線放射のうち少なくとも3分の1程度は活動銀河核から発せられていると判明したんだ。活動銀河核？簡単に言えば通常の銀河よりも激しい活動をしてる銀河の中心領域のことだな。宇宙に存在する無数の銀河のうち、太陽の数億倍もの質量のブラックホールを含む銀河は、膨大なエネルギーによってブラックホール周辺を明るく輝かせるんだ。この輝く超大質量ブラックホールを中心とする系が活動銀河核だぜ。はい、そんだけ活発なら放射もするわ。この活動銀河核ではブラックホールが周辺のガスを高速に近い速度まで加速しつつ吸収するんだが、その時に放出される強烈な X 線が宇宙 X 線背景放射の一部だったんだ。ただここまでは解明できたんだが、残る3分の2については引き続き謎のままとなっていたぜ。全部銀河核から出てたわけじゃないのね。ああ。というのも残る3分の2は銀河核よりも弱い放射源から出ていることが判明していたんだが、当時の観測では検知することができなかったんだよ。そのため宇宙 X 線放射がクエーサーや大型ブラックホールなどの天元の集まりからなるものなのか、超高温ガスに由来するものなのかの議論は決着しなかったぜ。ぬぬぬぬぬ、これは解明まで時間がかかりそうかも。ところがどっこい、技術の進歩とは恐ろしいものでなんと2000年には解明することに成功したんだ。実は1999年に NASA から打ち上げられたチャンドラという X 線観測衛星が非常に高い解像力と感度を持っており、残る3分の2の放射源を確認することに成功したんだよ。技術の進歩早ぁ。観測された放射源は2つあり、X 線背景放射の3分の1は隠された銀河核によって、もう3分の1は超微光銀河によって発せられていたぜ。まず隠された銀河核は、X 線では非常に明るく見えるのに可視光では検出できないという新しいタイプの銀河核だったんだ。名付けがかっこよすぎる。この天体は X 線像が非常に明るいために活動銀河核の一種であると推測されており、今回の観測結果から全天にまだ確認されてない同様の存在が数千万個程度あることが暗示されたぜ。おお、さらなる道を提供してくれるの最高か。そして超微光銀河は塵に巻かれて可視光が外まで通過しない、あるいは非常に遠方にあるために宇宙空間にある低温ガスに可視光を吸収されてしまってる。これまた新しいタイプの天体だとされているぜ。放射源完全特定だね。ただ、宇宙 X 線放射の起源、正体にまつわる謎は解明されたものの、二つの放射源の正体は謎に包まれているぜ。なんせ今回の観測で新たに発見された天体だからな、今後調査を進め解明するしかないんだ。謎が謎を呼んだって。またこの謎の放射源が発見されたことで、光学的な手段を用いた従来の方法では活動銀河核の探索は不完全であったことが示されたぜ。
加えて超微光銀河は6段階以上の赤方変異を持つものがある可能性が浮上していてな。仮にそうなるとその銀河は140億光年以上もの距離にあることになり、これまで検出された中で最も遠い場所にある天体ということになるんだ。つまり、宇宙の新たな領域に足を進められるかも。そういうことだ。今回の観測を活かせば2つの放射源の謎だけでなく、新たな宇宙領域の研究にだって手を伸ばしていけるかもしれないぜ。宇宙 X 線放射の謎解明は、問題点と新たな発見という宇宙学的にかなり貴重な成果をもたらしてくれたんだ。5. 宇宙からこちらを見つめる奇跡の瞳。巨大な目。お次は巨大な目を紹介するぜ。2004年に天文学者たちが宇宙の彼方から届く紫外線を観測していたところ、なんと巨大な目のようなものが浮かんでいるのを発見したんだ。それがこちらだぜ。へえ、本当に目みたい。学者たちはこの目にブルーリング星雲という名前を付け研究対象としたんだが、発見から実に16年もの間正体も成り立ちも一切不明の謎の存在となっていたんだ。一応研究過程で超新星残骸説や惑星上星雲説などが浮上してはいたが、観測の結果それらは全て否定されたぜ。怖い怖い、見た目のせいで軽くホラーなのよ。しかし2020年、とうとうこの目の正体は2つの恒星が合体したものだと解明されたんだ。これまで宇宙望遠鏡と地上の望遠鏡計8つの観測データを元に行ってきた研究を、発想を変え様々な天体が衝突した場合のコンピューターモデルを作成し、再度行ったところこの結果にたどり着いたそうだぜ。はい、柔和な発想の勝利ね。モデルを用いた研究では、太陽ほどの大きさの恒星が、その10分の1ほどの大きさの恒星を引き裂き飲み込むことでブルーリング星雲を生み出すことが判明したんだ。一見すると巨大な目のような見た目も、ただ二つの円錐型となった星雲を特定の角度から見たためにそう見えただけなんだぜ。横から見たらただの超超型じゃないの。ちなみに金色の点は融合した星、周囲を囲む青い霧が飛び散った星の欠片、ピンクのアウトラインは衝撃波なんだ。見事な目のように見えていたが、どれもただ衝突で生まれたものがそれっぽく並んでるだけだぜ。よかった、宇宙にいるラスボスとかじゃなくて、まあ仮にオカルトな存在だったとしても、ブルーリング星雲は裸眼では見えないから大丈夫だけどな。ちなみにこうした恒星の合体は宇宙においては特に珍しい現象ではなく、天の川銀河でも10年に一度の割合で起きてるとされているんだ。そうなの？じゃあブルーリング星雲って頻繁に見れるんじゃ？いや、ブルーリング星雲ってのはかなりレアなタイミングで観測できないと見れないものなんだよ。実は多くの場合、恒星同士の衝突はぶつかった直後に観測されるものでな。このタイミングだと大量の噴出物が視界を遮り、中心部で星がどうなってるかは観測できないんだ。ほうほう。しかしこのブルーリング星雲はたまたま衝突から5000年ほど経っていたため、ちょうど霧が晴れたところを観測することができたんだよ。仮に観測が少しでも早ければ周囲は噴出物に覆われていたし、少しでも遅すぎれば恒星間空間に吸収され跡形もなく消えていたんだぜ。はい、めちゃくちゃベストタイミング。この観測条件の難しさもあり、ブルーリング星雲は2004年まで認知されていなかったんだ。今回偶然観測に成功し正体解明まで持っていけたからよかったが、もしこの機会を逃していたら数百年先までこの巨大な目は謎の存在になっていたかもしれないぜ。ふわぁ、解明できたの奇跡でしょ。6. これまでの常識に待ったをかける存在。宇宙最古の恒星。最後は宇宙最古の恒星を紹介するぜ。これまでの歴史の中で発見された恒星は数えきれないほど存在してるぜ。その中でも HD140283、通称メトシェラ恒星は基地の恒星の中では最古の存在として知られているんだ。はい、宇宙のおじいちゃん星ね。メトシェラ恒星は天秤座の方向に約200光年離れた位置に存在し、金属量が極めて少ないことからかなり昔から存在する恒星だとして注目を浴びていたんだ。そして2000年頃から年齢の計算がされ始めたんだが、なんと初期の計算では推定年齢がおよそ160億歳であるとの結果が出たんだよ。めっちゃお年寄り。あれ、宇宙ってそんな昔からあったっけ？よく気づいたな。現在推定されている宇宙の年齢は138億歳、つまりこの計算だとメトシェラ恒星は、宇宙誕生より前から存在したという意味のわからない話になってしまうんだよ。宇宙誕生前に星は存在しないのよ。当然そんな矛盾が起きるはずはなく、学者たちは年齢計算の数式が間違ってるのか、はたまた宇宙の年齢が間違っているのかと頭を悩ませたぜ。しかし答えが出ることはなく、長らくメトシェラ恒星は謎の存在扱いされてきたんだ。これまでの研究を覆しかねない爆弾じゃないの。しかしそんな恐ろしい矛盾を生んだメトシェラ恒星の年齢も、2019年にとうとう解明されることとなったぜ。
調査の結果メトシラ恒星の年齢は137億から153億歳と当初の計算よりも大幅に下方修正され、宇宙の年齢との矛盾も解決できる範囲に収まることが判明したんだ。はぁ、よかったよ宇宙研究が白紙にならなくて。今回年齢の下方修正が入ったのは、初期の計算時に想定していた組成内容と実際のメトシラ恒星の組成内容が異なっていたからなんだ。まず星の年齢は組成にどれくらい金属が含まれているかを見て算出するんだが、この時地球と恒星との距離を正確に割り出せていないと分析結果に影響が出てしまうんだよ。ほんほん。そのため研究チームが宇宙望遠鏡による距離の再測定を行い組成分析をやり直したところ、当初の予想よりもメトシラ恒星の酸素量が多いことが判明したんだ。鉄と比較してもその比率は酸素の方が大きく、これを踏まえて計算し直すと137億から153億という結果になったぜ。はい、技術の進歩で得られた答えだね。間違いないな。ただこれにて一件落着というわけでもないのが面白いところだ。実は近年の研究で宇宙の年齢が今考えられている138億歳よりも若い可能性が出てきたんだよ。つまり今後の研究次第では、メトシラ恒星がまた宇宙誕生前に生まれた謎の星になる可能性もゼロじゃないんだ。嘘やん、やっと一安心してたのに。また仮にメトシラ恒星が宇宙誕生後に生まれたことが確定しても、宇宙誕生以前に生まれた星があるという矛盾はまた起きてしまう可能性が非常に高いぜ。というのもメトシラ恒星は発見されてる恒星の中では最古の存在だが、宇宙的に見ればもっと古くに生まれた星が他に存在するはずなんだよ。この子が一番古いわけじゃないの？実はもともと宇宙には水素とヘリウムしか存在しておらず、金属というのは、質量が太陽の8倍以上ある大きな恒星が核融合で生成した後に超新星爆発で宇宙空間にばらまいたものなんだ。そのため宇宙誕生の最初期に生まれた星は、金属量がゼロかそれに限りなく近いはずだとされているんだよ。メトシラ恒星の金属量じゃ多すぎるのか。ああ、非常に少なくはあるが太陽の約 0.4% ほどは保有しているからな。そのため発見されていないだけでメトシラ恒星より前に生まれた星は存在するとされているんだ。現在この最初期に生まれた星はまだ発見されてないようだが、今後発見されればまた宇宙の年齢との矛盾が起きてしまうぜ。父と母がまだ出会ってないのに子供が生まれてるみたいな謎現象やめてー。長らく天文学者を悩ませたメトシラ恒星の謎は解明されたものの、また新たな悩みの種となる謎がゴロゴロ出てきてしまったな。ちなみにメトシラ恒星は比較的近い距離に存在しているために今回の年齢測定の精度は高いとされている。ならば、修正すべきなのは一体何の数値なんだろうな。宇宙の年齢しかない気がするんですが。というわけで今回は解明された宇宙の謎を6選紹介したぜ。待て、最後の最後にどでかい爆弾残したよ。一つ謎が解明されればまた一つ大きな謎が生まれる。宇宙がどれだけ謎めいた存在か教えてくれるいい例だな。さて霊夢の疑問も解消できたことだろうし動画を締めようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。